ニケ、コロコロコラボに熱いものを覚えたマエストロの反応集。簡単な説明、週刊コロコロコミックにてニケのスピンオフが連載決定。脳が理解を拒む文字列。エロエロコミック定期。ケツが揺れるのは面白いからな、クレヨンしんちゃんが証明している。デカケツ文化侵略。コロコロはいつもケツ出してるだろ。ハロウィンはプリルフールだった。少年たちの性癖が。無法地帯。実験場やめろ。少年の心にエッチな思い出を作るのも少年誌の仕事。さすがにニケはやりすぎだろ。とにかくニケの連載は認めん。コロコロコミックのブランドに傷がつくからな。数十年チンコもろ出しにしてる雑誌にブランドなんてねえだろ。越小学生に死体の脳移植する市長を植え付けるんです。最初から、ここです、してくるゲームが子供向けとは思えない。ニケは対象年齢12歳以上なのに。すでにコロコロとは思えない父の肌面積。コロコロハンドメインヒロインこいつらしいな。この子ゲームだと主人公とスするよ。作中でスしてるはこいつらって描写があったりするだけでエロゲではないです。チンコで遊んでるキャラならコロコロに適任か。睾丸コロコロってわけね。まあウェブ漫画だしある意味大人向けではあるんだが、コロコロでこの子を見たキッズがゲームやってこれに遭遇する未来が見たくはある。コロコロ読者の性癖をデカパイメイドで歪めるな。グレンにしておけ。でも前々から白金ノエル紹介するサイトだしな。この漫画の肝はエロで釣った読者に毎日記憶がリセットする女の子を主人公として突きつけるところだ。Nちゃんの話薄すぎて無理じゃない？毎回第1話なんだろう。Nちゃんも手帳に書いておけばその通り行動するから大丈夫だ。ニケはなんかストーリーも結構面白いとか聞いたけどどの路線でやるのか。メンツ的にまあ普通にキララ路線じゃねえかな。さすがにメインの悪辣な時空はコロコロでは受けないよ。ゲームが受けたのはケツでつって重たい話でぶん殴り続けてるからだからな。普通に平和な日常ものでそこまで人気出るんだろうか。YouTube で通常衣装がナーフされるアニスなんかはコロコロできんだろ。ニケにはうんこは出てこないよな、確か。クソみたいな人間はたくさん出てくるよ。ニケやってる小学生とか嫌だな。初恋のキャラがドロシーやマリアンになるキッズが出てくるかもしれん。ウェハースがプリキュアの横に置いてるし実質子供向けコンテンツ。コロコロでやるのがすごいってより漫画連載できるまでこぎつけれたんだな。このゲームって驚きの方が先に来る。ニケはラスオリと違って全年齢対象だからね。 2D のようなエロキャラを出しておいて貴様。人選からしてエッチなの乗せるつもりじゃん。どちらかというとニケって題材より普段エロ方面でしこらせていただいてる作家がコミカライズしてることに驚いてる。だいぶロリでエッチなのを書く人に頼んだんだな。主人公の頭よりソーダパイの方がでかいんですな。ソーダ途中から出なくなってロリオンリーになりそう。このヒトロリコンなのに胸でかいのも上手くてすごいな。別に乳首が出てるわけじゃないのでセーフ。この人エロ絵描きまくってるけど。息子が世話になってる絵描きさんじゃん。ってことは子供向けで合ってるのか。世の少年たちがスケベにされていく。シューコロってある程度ラインは引いてるじゃないんですか。こっち純度 100% のスケベゲーですよ。冷静に考えて巨乳好きはまっすぐな性癖だろう。性癖がってよく言われるけどデカパイ好きになるのは至って健全な方向なのでは。冷静に考えてニケの巨乳ラインは一般的な巨乳のレベルを気軽に超えてると思う。こんなこと言うのもなんだが今の子って二次元キャラで性的興奮覚えやすそうだな。VTuber といいこんなのといいすげえ時代だな。シューコロは関係ないけど今の子供本当に萌えに抵抗ないぞ。もしかしてネットのセキュリティやフィルタリング関連で子供の年齢であってもコロコロオンラインにはアクセスできませんって事態があったりする？ブルアカじゃなくてニケなのが読者層の詳細を微妙に浮かび上がらせてるね。メイン購読者は本当に少年なのか？シューコロは子供向けじゃねえって言ってんだろ！週刊コロコロは子供呼んでないだろ。隣のヤングジャンプをジャンプって言うようなもんだぞ。週刊コロコロコミック定期。シューコロなんかオタク向けのウェブコミックサイトやんけ。万が一子供が見てたとしてもシューコロチェックしてるような子供は遅かれ早かれだろ。みんなうまく騙されてるけど週刊コロコロは日本一エゴサをしてる漫画雑誌を自称していた青年誌コロコロ兄貴の後継で萌え漫画と再放送と歌詞バトルが連載してるおじさん向け漫画サイトだ。プニル断固が受けて萌え萌えしてない漫画は死んだからこうなるのは仕方ないんだ。適者生存だ。こうなったのも大体プニルのせいだけどプニルがいなかったらシューコロなんか話題にもならずに消えてるだろうから難しいところ。
コロコロコミックというブランドでエッチな漫画を？性癖が歪みますぞー。というオタク向けバズで食ってるのが週刊コロコロだ。性癖歪み商法草。コロコロの名を使うことでインターネットでは大沸騰のネームロンダリング。おおよそ子供を対象としていない深夜アニメも子供に人気な時点で昔とは漫画アニメの状況が違いすぎる。少子化でコロコロの先も危ういから週コロとかでおっさん狙ってるんだろうか。もっとやってくれ。性癖歪んだ大人のおじさんたちが喜んでるってこと。ちょっと背伸びしたい子向けの側面もあるらしいから精通した手向けなのかも。何か勘違いしてるようだが、WEB 漫画でバズらなきゃ終わりだしね。実際バズらずほとんど打ち切り単行本は電子のみになっていってるんだわ、週コロ。一回くらいは月コロに出張するかもしれん。ああ、これ新色か。釣られて始めたが近所にここですしてーなー。月刊はめちゃくちゃ安定してるから別にわざわざ週刊に男児向け新作やる必要ないからね。だからコロコロは兄貴みたいなことしてる。月刊コロコロは普通にオリジナル漫画の修羅場すぎて今面白いから、わざわざ週刊にオリジナル漫画回すより萌え萌えタイアップで小賢しくバズを稼ぐくらいでよい。まあわざわざ週刊コロコロコミックで本誌に行けなかった新人の女の子が出ない漫画読むか？というと、読まん、だから美少女漫画サイトになるんですね。こいつコロコロなんか読んでやがる、エロだぜー、の時代が来る、いやすでに来ている。最近の子供ならスマホで週コロくらい見るんじゃないかな。なんかベビーカー乗ってる子をスマホの動画であやしてる親とかいるくらいだし。コロコロがミンドボンボンになっちまった。ボインボインってこと？ボンボンにはナスオリがお似合いだろ。大丈夫？最近のコロコロボンボン成分を吸収してない？ボンボンはもういないのに未だにコロコロをライバル視し続ける呪い。ボンボン TV をボンボンというのはあれだけど。コロコロはもうちょっとボンボン TV から YouTube の上手いやり方は学んだ方がいいと思う。今のボンボンはボンボンという名前だけ引き継いだ YouTube チャンネルだから。ボンボン TV はボンボン派おじさんから破門されてるから。今の小学生ならネットでブルアカやアズレンとかのエッチな絵でしこってるし。次はブルアカ当たりきそう。ソシャゲのコミカライズ集めてんのかな。ラスオリもやろう。次はドルフィンレイブだな。ゴルシちゃんがセーフラインに見える遠大な作戦。馬娘も始まるし多分ウェブコロコロ側から企画持ち込んでるんだろうな。うんことチンコは馬娘で扱うからニケはおっぱい担当なのかな。ニケに釣られて週刊コロコロの存在をやっと知れた人にもギエピーの作者アナクボ先生の新作サウナウォーズを読んでほしいの。特殊な漫画体験ができる。ギエピーで知られるアナクボ先生が控えめに言って正気とは思えない漫画を描いている。サウナウォーズはなんか変な感じの漫画だからぜひ読んでみてほしい。サウナウォーズはサウナで白骨化したり窓から出るとサウナの水蒸気爆発で上半身が吹き飛ぶ世界であることを受け入れたら彼岸島的な面白さがある良い漫画なんだ。信じてくれ。サウナウォーズは読み切りの時点でいやこれは連載無理だろと誰もが思ったのに、連載始めたら方向修正するどころかさらに訳のわからんテンションになっていて、読者が困惑しつつ読み進めるタイプの漫画としては面白くなってるよね。サウナウォーズはすごすぎるからどうにかしてバズってほしい。書きながら話考えてる感というか、ライブ完全振りの行き当たりばったりっぷりが面白い。歌詞バトルは週刊と言いながら救済しまくってる連載人の中で唯一頑張って週刊連載してる数少ない雑誌だ。歌詞バトルはほぼ毎週更新なのすごい。あの人の何がすごいって週刊連載は今のままじゃ無理だわ。って完全アナログ作画だったのをデジタルに切り替えて救済期間でしっかり順応してるところだ。歌詞バトルはすいません休みます。扱いの特別編が単なるギャグ外伝でがっつり短編なのやばいと思う。無理して習慣しなくていいよ休んで。ドラゴン娘はいつものニャロメロンが摂取できていいよ。本当にいつものニャロメロンすぎてゼーマ要素がほぼ消えてる。プニュート断固がエロいし、カシバトルとかサウナウォーズもあるし、決して悪くないラインナップではあるんだがいまいち知名度が伸びてない。走行娘も一足遅ければ習慣でバズれたのに。猿渡り哲也先生に新連載くれてもいいのに。不運コロコロコミックということか。週コロは流刑地じゃないんだ。悔しいだろうが仕方ないんだ。週刊コロコロコミックはルール無用だろ。でも猿先生器用だから少年仕様に構成してくれると思うんだよね。コロコロ育ちのガキに猿作品を見せつけるなんて刺激的でファンタスティックだろ。人権派にしも週刊なら連載持てるのかも。だからコロコロはゴミ箱じゃねえって言ってるだろ。いきなり差別かよ。コロッパリらしいな。これタイマミンもコロコロで連載いけるんじゃねえかな。フェイトが一般コンテンツみたいになってるんだ。タイマニンだっていけるだろ。世界がタイマニンに味方してきて震えてる。
受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢。マシュマロにてリクエストありがとうございます。